波遥香です。どうも遥香です。ダリタキです。こんにちは。こんにちは。さあということで、はい、今日台風の中継だよね今日は。違います。さあということで、私たちが来てるのは、はい、お茶の水駅ひじり橋となっております、はい、絶賛工事中。いや確かにね、そのバリアフリー化するために、うん、その人工地盤を作って、はいはい、2019年には改札内にエレベーターもできたらしい。え、2019年までエレベーターなかったん？なかったのよ。で、完成が2025年の3月予定らしい。この景色が見れるのは来年までと思ったら、なんかちょっと貴重な気はしてくる、ね、そしてですね、スマホ、パソコン、タブレットなどの手元の端末から見られるアラ文書通信電子版の方もございますので、ぜひチェックをお願いします。お願いします。やばい、ちょっと弾が軽すぎて飛ばされちゃう。飛ばされちゃうんで行ってきます。4度不思議な天気やな。え、ちょっと前回さ、うん、大変申し訳ございませんでした。おかえり、本当に戻ってきました。卵かけご飯美味しかったね。美味しそうだった。マジで美味しかった。じゃあ次回は2人で駒込行きたいと思うので、はい、お願いします。お願いします。で、今回さ、お茶の水駅で行きたいところがあって、うん、しかもね、こっから見えるらしいのよ。あー、あれだ。ん、見える、あれ淡路亭ビリヤードしか見えない。あ、そうビリヤードでもしたことないな。なんかね、店長の酒井さん曰く、うん、ビリヤードで人生を狂った人何人もいるらしい。相当ハマっちゃう人がいるってことでしょ。ビリ狂い、ビリ狂い、ビリ狂いがいるの。それはね、あの杉並区の掛け狂いとしてもやっぱ見過ごせない状況ではあるから。嫌だな。一途感とな、こんなに高低差があんねんな、お茶の水ってね。え、しかもさ、線路沿いだからさ、うん、ちょっとなんか昔ながらの雰囲気もあるし。確かに、めちゃくちゃいいな。お、あ、これここだ、淡路亭さん。あ、ビリヤード初心者歓迎。いや、初心者歓迎って言ってるけどさ、結構勇気いるくない？ちょっとなんか外観としてもさ、うん、本当にもう馴染みの常連さんが通ってそうな感じするからね。すごい。しかも目の前、中央線。いや、すごい、ほんまや、すごい中央線通ってる。あ、店長の酒井さんですか。あ、こんにちは。こんにちは。本当に初心者歓迎なの。歓迎ですよ、歓迎です。本当にもう、あのビリヤードという沼に、あの世界中の人間全員引きずり込もうとしてやってますから。大丈夫です。すごい。来たからにはこのビリヤードの魅力をもうしっかり味わいたくて体験したいんですよ、うん、いくらでも、あの何時間でも、あの朝、明日の朝まででも喋れますので、どうぞ。ごめんなさい、私がちょっときついかもしれないです。まずは9を、ま、9、 9というのはこの棒ですね。一つが1973年、本当にもう手に入らなくなってきたレベルですね。で、これはすごく可愛いです。僕らの感覚で言うととても可愛い。そのさ、こっちが最新なんですね。最新ですね、あのカーボンシャフト。これすごい電気も怖いな。いやいや、怖い、怖い、本当やめて。ここの穴全部、あのうちのお客さんがよっしゃーっつって開けた。ここの上のとこですか。勲章の穴だ。喜びの前の穴の跡です。そしたらまず、はい、チョークを塗りましょう。左手で回しながら右手でちょん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 。はいはいはい。そうです。これはなんで塗るんですか。滑り止めになります。塗ってないとまず、ビリヤードが始まらないレベル。うまくいかなかった。そしたら一回チョークは塗ってあったかっていうのが一番スタートにきます。あ、そうなんですね。まずはチョークを塗っておく。とにかく大事なんですね、はい、チョークを塗ることが。ギュッてします。ギュッギュッギュッで、親指持ち上げます。はい、はい、ここの V の字が乗せられます。あ、そう、ここの上に乗せておく。で、はい、あとは、指を広げる。そうで、その時にここを崩さない方がいい。なるほど、はい、で、あとは、力まずにトーンってついちゃうが大丈夫です。なるほど。なんか酒井さんがビリヤードめっちゃ好きっていうのが伝わってきて、すごい楽しい。なんかこちらもワクワクする。ナインボールの用意をしてみましたので。ナインボールは聞いたことある。9番を入れた人が勝ち。あー、なるほど、はい、いけ、
よ。おナイスナイス。おおすごい。ナイスナイス。こんないっぱいバラバラなんでんだ。確かに。これ白いやつをここに当ててってことですよね。6番いきます。6番いきます。おろ。かっこいい。この辺です。もっと手前です。こんなの。そう。パッツ。いけ。そう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 。それだけね元気よくつけるのがまず大事なので。できれば今斜めになってますここの面が、はい、これを縦にできたら最高でそのまま度胸一発ドンそう、いけいやいやいやあ全然無理やリアクション珍しいいやいやいやあ全然無理やストロークは良かったっていうのがあります、今のは、あのちゃんと引き玉になってるので、はい、きちんとこうつけないと引き玉っていうのはできないので今のはナイスショットなんです入らなかったけどあナイスショットなんですナイスショットです今のは、はい、こういう時ってナイスショットみたいに言うんですかあの、ビリヤードの文化だとこうドンドンドンって床を叩くえ、はい、ドンドンナイスショットでも、はいはいはい、はい、なんかすごいこんなストローク短いところまで教えてもらってはい、入った。やったー！カンフーやねなんでだろう。なんか多分。やったー！楽しい！ナイスショットー！入るとめちゃくちゃ嬉しいですね。嬉しい。もうちょっと、外。こちらがで行き過ぎて行き過ぎて。ちゃん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 。大丈夫。すごい。ほら。すごい楽しいのなんか時間えもうこんなやってんの時間忘れるな、うん、カラオケで言ったら2曲ぐらいしか歌ってないぐらいの感じだいぶ浅瀬のところでもうちょっとやりたいな8ボール8ボールはこのルールは、はい1から7のこういう球と、はい、9から15のこういう球、はい、で、分かれますではい、8番を入れた人が勝ちっていうゲームです、はい8番を落とすゲームじゃないですか、はい、でそれの前に、1番から7番を頑張って入れてるなるほど、はいはいはい、すいませんがよろしくお願いしますお願いしま す, お願いしますよいしょ最初の姿勢が違うもんなブルーカーペットみたいなすごいよいしょもう音が違う、はい、違ったいやいやいやあれもう入ってるえ、はい、今5番が入っちゃいましたね1個入ったぜイエーイイエーイやったやったよかったで14番狙いだうまっちょっと待ってそうえうまっえちょっと待ってやばいやばいちょっといや実はどころの騒ぎじゃなくて全然もいやいや入ってる、入ってる止まれ落ちろ落ちろ落ちろあ15番になります15番15番になる15番あ茶色よっあ入ったやったーこっち側のターンこっち側のターン好きなところに置けるんですよねよし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 あ3番もいいんじゃない3番いけるかいける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 あちょっと待っておい勘弁していけたでしょいや一番びっくりしてるなんで入れるの今変わって、あそこから狙いますあ、もう一回行くんですかもちろんやったもちろんもちろんもちろんえそうか、2人これ4対1とか5対1ナミちゃん、それ持てないかあ、これあんたごめんなさいズルの合計ズルすぎる本当に分かんなくなっちゃった本当ナミちゃんだけ鉄砲撃つ時の反動あんねんだいやうわミスったじゃあフリーボールでいいですかやばいですかはい本当にうわやばい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 すいませんこの姿勢美しいこの姿勢になりたいあかんかんどこよよいしょまずいまずいこれはまずい、まあ、これはまずいですねこれはね薄く外すパターンなんですよダメだそれはダメだそれはダメだもうとにかくラッキー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 勝とうだ、うん、こっからの逆転あったらすごいよいやかっこいいかっこいいここもうポンってついちゃえば大事ですうまい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 ちょっとあれうわあれ使わせてください秘密兵器、はい、秘密兵器よいしょおー来た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 親指が手前に来ますこれを、そう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 で、顎に近づけるんです
これほら見やすくなったあ確かにそうちょっと分かる言ってることは分かるであとはトンってトンおーすごいいけあうまいよ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 いいとこ行ってるよ7当たれ7当たれ7当たれ当たらずほら入ったはい来た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 これねスーパー難しいですよ これ難しいんですかめちゃくちゃ難しいんですよまあできますねこれはおお、いけた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 すごいこれはすごい置いてあったって入らない率の方が高いのでこれはコツつかんできたちょっと待ってもう1対1やで来てる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 やばいやばいできまないできまないよああやばいやばいダメだそれはダメだごめんなさいわえこっち行こうとしたの、はい、すいませんすいませんよしよしよし行きますはい2人の力を1つにいやーいけるイエーイさあ対角線大チャンス到来これで入れたらでもかっこいいぞかっこいいいけつなげたつなげたでも近づいた近づいたいやこっ行きすぎ行きすぎナミちゃんにかかってるよやばい力まずにトーンとトーンやってトーンだあやばい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 耐えて耐えて耐えてでは失礼しますうわ失礼しますうわやばいやばい入る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 入ったやった入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 ったごめんなさい負けちゃったこれ勝ち勝ちですよえ勝ちですよ入ったからそうやったやった時間を忘れました、はい、本当に本当にでもう本当にあの人生潰してるやつが何人もいるそうそうそうだからそうならないようにはうちの今大学生の子たちはもう勉強はしろテストは行け必ず授業に出ろはずっと言ってます自分がそれをやっちゃったからちなみに、はい、なんでこのビリヤードにハマったんですか浪人の時に一個上の先輩がいたんですね、はい、でビリヤードしに行こうぜって言うから行ったらめっちゃ面白かったずっと朝から晩までビリヤード場にいましたうわ朝10時から、はい、夜の11時12時まで一日中、はい、やっぱりあの好きな人から教えてもらうビリヤードのことをとにかく好きな人から教えてもらうっていうのは説得力もあるし、うん、自分たちが始める大きなきっかけ背中を押されると思います、うん、でやっぱり私たちが今日分かったことはもうただ一つですあの初心者の人本当に来て大丈夫です本当に本当に大丈夫でした手厚く教えていただけるしね、うん、やると思うわ私ちょこちょこ、うん、私なんかビリヤードやるってなったら絶対酒井さんのこと思い出すし絶対思い出す何に謝られてるんか分からんけどごめんなさいって言ってる酒井さんは思い出すと思いますなんかお茶の水ってさ、うん、あんま来たことないいや全然ない私、うん、お茶の水といえば、うん、音楽の街なのよ音楽そう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 、うん、でその音楽の街としての情報を知るべく千代田音楽連合会の会長の草野さんと事務局の高橋さんにお茶の水のいろいろ教えてもらったの、うん、で今その連合会はお茶の水楽器店街の活性化を目指してライブを企画したりとか、うん、あと年に1回お茶の音っていう情報誌を出してるらしいへえー、すごいねそうだから音楽に、ね、深い活動をされてるんだけど、うん、その聖橋じゃない方の出口に行くと、うんうん、もう音楽屋さん楽器屋さんがすごい並んでるへえあそうなんや私もその軽音サークル大学の時やってたからそうやんもう一番最初にやっぱり来たのがお茶の水、うん、あ私ね軽音部には入ったよあ入ったのお、あれ知らんかったっけ実は高校の時は一応軽音部に入部してみたものの誘われたバンドが、うん、あの女の子3人のバンドで、はい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 、残るって書いてザンっていうバンドに組み込まれたんですよ尖ってんななんかでなんかこう結構ジュリー・マリーとか、はいはいはい、なんかその辺の音楽をやりたかったんやけど、うんゴリゴリのビジュアル系バンドに入れさられてザンは多分ビジュアル系だろうなで、そのうちのメンバーの2人があの入部から2日で学校来なくなって私本当にザンになっちゃったんよマジリアルザン楽器は結局弾いたのなんか音楽室にあるギターを
一人でジャカッとジャカじゃないジャカッと引いて終わった。あの上から下に振り下ろしただけすごい。そうすごくない、周り見渡す限りこんなに楽器屋さんがあるの。そうなのよ、知らんかった。でちょっと欲しいものがあって、えちょっと寄ってもいい。あもちろん。え何が欲しいの。うわすごい、私去年ギターを新しく買って、うん、去年買った。あそう買ったのよ。そういうの教えてよ。えなんで買ったん。いや本当推しの色味のギターが欲しいなって急に思って、うん、それで新しくちょっと紫っぽいギター買ったのよ。ギター買った買ったの。うわでもうわー待って、ピックも欲しいのよ。めっちゃ可愛い、ピックめちゃくちゃ可愛い。見てチーカーとか。そうなのよ、チーカーのピックある。1個買っちゃおう。買うの持ってないのに買っちゃおう。買った、早っ。うわ可愛い、見て国道のやつ。うわほんまや、めっちゃ可愛い。うわ何これ、これって何ですか。オタマトーンって言って口開けると音がパワーワーって、ここを押さえると音階音が音程が変わる、まあ、電子楽器。へー意外と難しいみたいな。あそうなんですか。え何が難しいんよ。要はここの音程が、あのギターとかだとフレット、はいはいはい、押さえる場所が決まってるんですけど、それがないので、まあ、バイオリンみたいな感じで、はい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 、ここで音程を取らなくてはいけないので。めっちゃ可愛いやん、始めたいな。オタマトーンオタマトーンデビューしようかな。うわ、いいんじゃない、いいんじゃない。だって見て、ふわわわふわわわ、音色も気になる確かにね、ふわわ。これ見て、使い方やねんけど、1、持つ、2、押す、3、奏でる、4、楽しい楽しい昨日さ、はいはい、パチンコ屋さんに行ったの。おたまと10個分ぐらい負けたからもう今ただみたいなもん逆にね、だから感覚が おかしくなってんのよ。おたまとに乗っ取られた女うわうわでもね、お腹空いてるっぽいのよ。あのジャズハウスでカレーが食べられるところがあるって聞いたのよ。ジャズハウスで。そうそう、ジャズ好きなんよ。あ、嘘、本当。ここのナルさん。ナルさん、そう、お邪魔します。へえ、うわすごい、かっこいい。ピアノある、あドラムセットもある。こんなピアノ近いところでカレー食べられるの。こんにちは、成田と申します。成田さん、はい、ここは、はい、1969年からお茶の水でずっとやってるジャズ屋さんです。1969年、はい、めっちゃくちゃ長いことやってはるよ。学生紛争とかあった時代からずっとここです。じゃあやっぱその時代からお茶の水は音楽の街やってんな。その時はそこまで楽器屋さんはなかったんですけど、はい、例えば芸校、芸大の付属高校があったりとか、はい、ピアノのスタンウェイの本社があったりとか、はい、で音楽がここでいっぱい盛んに行われたところですね。ここお昼はカレーを出してるんですか。カレーやってます。月曜日と火曜日の週始まりだけ。え2日だけ。2日だけ、はい、で夜はジャズのライブやってます。水木金土と日曜日の昼間はライブをやってます。うわ生演奏が聞けるんですね。聞きたい、はい、もうスルッと入ってきていただいてジャズ聴いてこう帰っていただくってい こう日常にこう近いような音楽のスタイルっていうのを提供したくて。うわー、はい、いいな。え成田さんご自身はその音楽とかはやっぱりジャズが。そうですね、ジャズ好きですね。ジャズしか聴かないぐらい。私あんまりジャズって、あ、ジャズっぽい、好きみたいな感じなんですけど、ジャズって何がジャンル分け？ジャズって何がジャズなんですか？もともとは黒人の人たちがハンクス人だったりとか隠れて弾いたりとかっていうところからこう発展していってるものなの でそれがだんだん商業的になってきたりとか、今はもっとこうアーティスティックなもの、自分の中のものを表現するっていう音楽になってますよね。なるほど。なので、うん、特に 今ですとビートがどうとか、はい、リズムがどうっていうことよりも今さっきおっしゃったジャズっぽいっていう、それが一番大事なんですね。ジャズっぽいなって思ったらもうそれはジャズということで大丈夫って言っちゃっていいと思います。なるほど。うわ、こちら骨付きチキンカレー。このビジュアル最高だよね。最高ビジュ。うわ、これのアクリルスタンド欲しいもん私丸ごとポテトチーズカレーちょっといただきたいと思います。うわ美味しそう。うわいいね、美味しい。
パイスめちゃくちゃ効いてて、うん、ガツンと刺激とかじゃない、めっちゃマイルドで、うん、コクがやばい、めっちゃ美味しい、うわ美味しい、スプーンで切れちゃう、もうほんまやスプーンで切れちゃうお肉だ、いただきます、美味しい、なんかちょっとトマトっぽい感じ、あそうだね、うんうん、ちょっとこの酸味がめちゃくちゃ美味しい、でお肉もねジューシー、うん、ほろほろジューシーで、じゃがいももホクホク、甘い、めっちゃ、あの実は私さっきこのお店のなるさんの目の前の楽器屋さんで、はい、おたまとおたまと産声聞いてもらってもいいですか、よろしくお願いします聞きたい、聞きますよ、思ったより低音だ生まれたよ今僕も前からやってみたいと思ってました、本当ですか、いつか口を開けて、口を開けるんですよね、で好きなところを押すとなります、鳴かないですね、あら、あ、鳴らないですよ、え、普段楽器とかされてますか、ギターとピアノ、おー、ピアノお借りします、あ、あ、え、押しながら口を開けて、嘘、え、大丈夫、あの買いましょう、そうですね、一緒におたまトーンデビュー、はいはい、え、ピアノとギターされてるんですか、そうですね、アコギをしてます、歌をアコギを弾き語りで、シンガーソングライター、そうなんですか、ですあ、ちょっと私あの今日ギター持ってきたんですよ、え、そうなんですよ、あのエレキな方なんですけど、え、どういうこと、ギター持ってきた、持ってきたのよ今日、そう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 、だからちょっとタマとセッション、え、これとあ、じゃあスピッツのチェリー、うん、オッケー、あ、歌歌って歌、歌ってスピッツの曲知ってますか、知ってます、え、じゃあちょっと歌ハモリ君いけるかハモリいけるって、はい、せーの、君を忘れない曲がりくねった道を行く、きっと想像した以上に騒がしい未来が僕を待ってる、愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ、ささやかな喜びを潰れるほど締めて、やばい、もう全然わかんなくなっちゃった途中からもうめっちゃグダグダになっちゃった、ごめんなさい、めっちゃ上手かった、ありがとうございます、どうでしたか、あのたった一人の観客、いやもうおたまと含めてジャズでしたこれジャズでしたか、ジャズだった、ちょっと音楽熱すごいわ、あ、ほんと、まだまだ音楽触りたい、このお茶ノートちょっと見してよ、うわ、私これやりたい、何これ、トランペット、管楽器やりたいね、管楽器、ここ、え、ここや、下倉楽器さん、え、ちょっと行ってみようや、うわ、すごい、すごい、いらっしゃいませ、あ、こんにちは、ピカピカや、ここのフロアは金管楽器って言われているブラスでできている楽器ですね、うん、そちらを専門で置いております、お、はい、高い方がやっぱり手間をかけて作っている楽器っていうのが多くてですね、うんうん、主に大量生産のものなのか、はい、要は一本一本を人の手ですり合わせ調整組み上げている楽器っていうのが値段が高い楽器になってます、なるほど、はい、あの吹けますか、吹けます、うわ、やっぱそうか、結構難しいですか、そうですね、あの魔法かかった今どこからか感覚シャラララーンって言ってる、今なら吹けるかもマスピースをじゃあその準備しますね、はい、はい、お願いします、少々お待ちください、失礼します、今から殴り合いが始まるけど別にあの下噛まないようのためのじゃないから別にそう、このマウスピースっていうので音を出すっていうのが基本になるので、はいはい、バジングっていう、バジング
なんかスイカのこう種を飛ばすようなイメージですね。あ、そうそうです、はい、当てた時にっていうこの音が出るようになるんですけど、はい、これが楽器の音になります。なるほど。で、口の形はちょっとニコって笑うイメージがいいです。はい、そうです。で、これに振動、さっきのバジングっていうのを加えてあげると、あ、そうそうそう、おー、すごい、できました、できました、できました。あ、できました、できましたね。もうできた、大丈夫ですね。本をここに持つ、それでギュッと握れますよね。おお、はい、かっこいいですね。かっこいい。じゃあ今とちょっと同じように吹いてみてください。ボタン押さなくていいんで。お、え、すごい、出た。すごいですよね。早いですね。はい、早いですか。す、え、すごい、すごい。え、おたまトーンに引き続きさ、楽器のセンスあんじゃない、もしかして。え、すごいすごいすごい。あ、いい音ですね。うん、いい音。あ、気持ちいい。うん、で、あの、まあ、指3つしかないと思うんですけど、はいはい、あの、結局同じ指で違う音が出るっていうのが金管楽器の特徴、倍音って言われてる音なんですけど、ドソドミソドって音が同じ開放の音で出るようになってるんですよね。これがだから1週間ぐらいかかる鍛錬。鍛錬ですね。うわー、うわー、難しい。これって、はい、例えば始めるってなった時に、はい、私今一人暮らしで、はい、マンションなんですけど絶対無理じゃないですか。はい、なんか練習ってどういうところでやるんですか。よく皆さん使われるのは、まあ、カラオケボックスとか、あと金管楽器の特徴として、まあ、音って実際ここからしか出てないんですよね、ベルって言われてるところから。なのでそのショーミュートっていうのがベストバイで売ってるんです。なるほど。でそれを使うことによって音量がもう本当にテレビの音量ぐらいまでちっちゃくできるので。そんなちっちゃくできるんですか。ちっちゃくなります。それで家で練習することも真夜中とかじゃなければ、あの、練習できてるようになってる。うん、なるほど。川村さんは、はい、トランペット歴何年ぐらいですか。ごめんなさいね、私はあのチューバっていう、あの、あちらにあるでかい楽器あるんですけど、はい、私も専門でやってたのでトランペットは本当に吹いたことがほとんどないです。チューバって何ですか。低音楽器ですね。あのでっかいやつですか。大きいやつを学生の頃にちょっとだけ。ちょっと本当にお願いします。ちょっと一回吹いてるとこ見たいんですけど。本当に音出すだけでよければ。じゃあ、やった、ありがとうございます。でっか、このサイズですね。うわ、すごい、チューリップぐらいでっかい。チューバの場合はさっきトランペットって高音でしたけど、はい、もっと低い、全然違う。すごい、かっこいいな、これ。ごめんなさい、本当に音出なかったらすいません。全然いいですよ。すいません。なんかちょっと上からなの。仕方ないです。無理やり。そういう日もあります。無理やりやってもらってんのに、こっちは。こういうふうに口で、あの、変えることができるんですよ。これはすごいね。指も何も動かしてなくて、この唇の振動だけで音程を変えれてる。こう初めて触ったんですよ。うんうんうん、はい、管楽器の魅力とかも、だからちょあと一押し欲しくて。買おうとしてる？今日買おうとしてる？買おうとはちょっとホタマトーンでちょっと辛くいったから。僕が思うのはやっぱり一本でも、まあ、曲が吹ける。あと集まっても曲が吹ける。ね、で、まあ、ぶっちゃけその消耗品が少ないので、あの、維持費があんまりかからないイメージとして。確かにギターとかだったら弦がとか、うん、ピックがとか、うん、あるじゃないですか。あるけど、あ、これも買ってしまえば、あとはあの本当にメインどころで使うのはオイルぐらいなので、ね、オイルなんて何百円で売ってますから、なるほど。はい、でちょっとトランペット の, そのミュートっていうのよかったら今持ってくるので、どれぐらい音がちっちゃくなるかって多分気になりますよ。めっちゃ気になります、ね、なんでちょっとそれ持ってきます。ありがとうございます。はい、ただのプラスチックや。あ、ここから出てるってこと。そうです、そうです。別にクッションとかが入ってるわけでもない。これぐらいは出るんですけど、はい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 、すごい。でこれつけてあげれば、え、ちっちゃ、え、それ息を上げてるとかないですか。はい、普通に同じ音量で吹いてます。ええ、ほんまにマンションでもいけるやん。いや、いけるいける。あの、もしよかったら最後に上の音から指をちょっとつけてみましょうか、せっかくなんで。あ、そうそう、1番3番で開放。そう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 、あ、ぽい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 。ちなみにトランペット一番安いと今ですと 52,800 円。おー、
割り勘して買えるね。なんで一人二人で一つのやつ使うの。すごい楽しかった。あのやりたいと思ったその日にお茶の水来れば始めれるから。うん、うん。